マイクロソフトの Windows を搭載したパソコンでトラブルが発生し世界各国で影響が出ていることについてマイクロソフトはまもなく復旧方法を案内すると発表しました。 世界各国でマイクロソフトの Windows を搭載したパソコンの一部で起きている障害について、マイクロソフトは先ほど、マイクロソフトはサードパーティーが提供するソフトウェアプラットフォームの更新に起因して、Windows 端末に影響が出ていることを把握しており、まもなく復旧方法を案内できる見込みだとコメントしました。 SNS 上には今日の午後から Windows を搭載したパソコンの画面が突然、青色に変わってしまうなどのトラブルが多数投稿されるなど世界各国の航空、鉄道、放送などに影響が広がっています。